さあ、タコシ君がやってまいりました。本日482回目の今日の表現は Reputation。 さあ皆さん、意味はどうでしょう。評判ということでよろしかったかと思います。さあ問題は、なぜこの Reputation が評判という意味につながってくるか。そのヒントは語源とスペルですね。まずは語源でございますが、出だしの RE、 ご存知の方多いかと思いますが、 RE と言われたら皆さん繰り返し繰り返しのリピートの RE でしたね。そして繰り返し繰り返し何をするんですかと言われたら、皆さんプットが実は隠れてるんですね。で、皆さん、プットと言われたら、どんな意味ですかと言われたら、これですよね。言うという意味があったかと思います。というとですね、奥じゃなかったっけ、とおっしゃる方いらっしゃるかと思います。まあ、確かにプットは奥という意味ですが、言うという意味もあるんですね。で、ちょっと先にこちら言っておきますが、繰り返し繰り返しリピートですね。繰り返し繰り返し皆さんが口にしてくれるんですよね。それは良い評判が立ってるということにもつながるかと思います。ですからレピュテーション、評判につなげるのは難しいないかと思います。そしてプットが言うだという意味もあるんだよということをご存じない方ですね。ちょっとここから右側書いてみました。出題される可能性が高い表現はやはりこれかなと思うんですが、 To put it briefly ということです。皆さん、プットと言われたらいけそうですか。手短に言うとという意味になってくるんですね。ですから皆さん、プット、もう一回言いますよ。置くという意味もありますが、言うという意味もあるんですね。じゃあどうやって繋げるんだ、という方、まずイメージしていただけるとよろしいかと思いますが、今私はですね、皆さんに向かって発言しますよね。いろいろ喋っております、ものを言っております。ということは、この単語の情報を皆さんの頭の上に置いてるというイメージなんですね。そうです、ものをこういう感じで置くんですね。その置いてるものが情報ということでございますので、そうです、置くという意味と言うという意味はこういうふうにつなげていただけるとよろしいかと思います。情報を聞き手の頭の上に置くんですね。そういう感じでいいかと思います。ですので、レピュテーション、評判、そして to put it briefly、 手短に言うとという表現、2つ合わせて押さえてください。で、ちなみに、レピュテーションですが、こちら ETS で制作しました公式問題集ピンクの4、テスト2のパート6回答冊子142ページにも掲載されておりますので、参考になさってください。そして我々はですね、皆様のトイックのスコアアップ、こちらにつながりですね、動画を毎日配信しておりますので、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。